スルジャン・ラキッチは、ユーゴスラビア・ドゥブロブニク出身の元サッカー選手。クロアチア代表だった。ポジションはフォワード。母国クロアチアでは、NK ゴズック・ドゥブロブニク、NK フルバツキ・ドラゴ・ボヤツ、NK カメン・イングラードでプレーした。ヘルタ・ベルリン、編集2006年夏、ドイツ分デスリーガのヘルタ・ベルリンに移籍した。8月10日の UEFA カップ予選。 FC アメリトビリッシュ戦ファーストレグで公式戦デビューし、その3日後の VFL ボルフスブルク戦でブンデスリーがデビューした。FC アメリトビリッシュ戦セカンドレグでは移籍後初得点を決めたが、この得点がヘルタベルリンで挙げた最初で最後の得点となった。ヘルタベルリンではレギュラーポジションを獲得できず、2006から07。 シーズンはリーグ戦11試合出場を無得点に終わった。ヘルタ・ベルリンの選手として2007から08シーズンの開幕戦に出場したが、2007年8月29日にエールリビジのヘラクレス・アルメロへレンタル移籍した。9月15日のアヤックス戦でデビューし、2008年1月22日の SBV エクセルシオール戦でリーグ戦初得点を挙げた。 2007から08シーズンは、リーグ戦28試合に出場して、チーム内得点ランキング2位の7得点を挙げた。1、FC カイザースラウテルン、編集2008年8月6日、ツバイテリーガの1、FC カイザースラウテルンと3年契約を結び、背番号9が与えられた。8月9日の DFB ポカール回戦、FC カールツァイスイエナ戦で公式戦デビューし、 8月15日の 1FSV マインツ05戦でリーグデビューした。8月29日の FC インゴルシュタット04戦でリーグ戦初得点を挙げた。2008から09シーズンはリーグ戦25試合に出場して12得点を挙げた。2009から10シーズンはリーグ戦24試合に出場して7得点を挙げ、リーグ優勝とブンデスリーが昇格に貢献した。 2010年8月21日、リーグ開幕戦の1、FC ケルン戦で2得点を挙げ、その1週間後のバイエルンミュンヘン戦でも得点した。5から0で対象した11月27日のシャルケレイ4、ン、0 12月18日のベルダーブレーメン戦でも2得点を挙げ、前半戦終了までに11得点を挙げて、得点ランキング上位に位置した。 同シーズンは DFB ポカールでモリーグ戦の好調を維持し、敗退した準々決勝までに7試合に出場して4得点を決めている。2010年8月13日の1回戦、VFL オスナブルック戦では、ロスタイムに同点弾を決めて試合を延長に持ち込み、延長ではエルビン・ホッファーの2得点をアシストして勝ち抜けに貢献した。 10月26日の2回戦、アルミニア・ビーレフェルト戦では3得点すべてを1人で上げる活躍を見せ、2011年1月19日のベスト16ツース・コブレンツ戦では再びハットトリックを達成した。VFL ボルフスブルク編集2011年1月27日、シーズン終了後の VFL ボルフスブルク遺跡が内定した。 t s g 百8 9 9ホッフェンハイム編集2012年1月31日に t s g 百8 9 9ホッフェンハイムへ半年間の期限付き遺跡をしたアイントラハトフランクフルト編集2012年1月29日にアイントラハトフランクフルトへ1年半の期限付き遺跡が発表されたデビュー戦となったハンブルガー SV 戦では2ゴールを挙げた SC パーダーボルン07編集2015年5月17日に SC パーダーボルン07への移籍が発表された。しかしパーダーボルンの3部降格後、自身の引退を宣言した。2005年 U-21 クロアチア代表デビューした。2010年11月にはクロアチア A 代表に初招集されたが、マルタ共和国戦では出場機会がなかった。 ありがとうございます。